ねえ、お姉ちゃん、進捗はどう？パーティーまでもう1ヶ月切ってるね。アリス、知ってます。これは修羅場ですね。確かスポーツ系か王道 RPG 系かで悩んでたはずだけど、シナリオの方向性を早く決めてくれないと。うるさいな。分かってるってば。あ、ちょっとお姉ちゃん。もう大丈夫かな。そうは言っても全然思いつかない。せっかくのパーティーなんだし、なんかこうブワーってなってギューンみたいな。うわっ！な、何？すまない。怪我はないかい？あ、うん、ボールをこちらに投げてもらえると。それじゃあ、いよいしょっと。あ、ごめん、大丈夫？みひひ、その素晴らしい方やるね。ねえ、おじさんたちと野球やらない？試合は現在12対11でミレニアムアビドス連合がリード。しかしこの9回裏でバッターは強打者の剣選手。解説の桃香さん、この状況はいかがでしょうか？うん、そうだね。まあ一度逆転のチャンスでありピンチ、ランナー二塁だから長打で同点、ホームランが出れば逆転で。あ、ごめん先輩、ポテチなくなったから買ってくる。桃香。うーん、ビビっちゃってるね。一回タイム取ろうか。タイム。相手は打率9割9分の強打者よ。甘い球は全部打たれるわ。そうか、ならやるべきことはデッドボールだね。なるほど。全員怪我で退場になるよ、多分。では桃井がマッハ2で投げればいいのでは？取れる？ごめんなさい、無理です。話を聞きなさい。相手は大振りタイプよ。つまり内角ギリギリを狙えば可能性はある。了解。データを見るにこの弱点はまだ誰も気づいてないはず。作戦通り完璧なんてことを考えているのでしょうね。残念ですが、下に水着を着た今日の剣先輩はいつもより内股。内角いっぱい。撃たれた。これで逆転。まだです。アリス、アリス約束しました。桃井たちのことを助けると、どんなに撃たれても絶対に守ってみせると。あれをキャッチした。よし、やっちゃえこれで逆転さよなら。あとはもうさっそうとホームに戻るだけ。アルちゃん、一回塁に戻らないと。あ、まずい、避けよう。アル様、怒りよ。え助かってしまいました。かくして封印は解き放たれ、あとは生贄一つで完成するのです。私とあのお方、二人だけの楽園が。緑、緑、追ってきても構いませんよ。大切なものを取り戻したいなら。そんな、緑が。悲しみで膝をついていては物語は始まりません。行こう、桃井、緑を助けに。あれはよくぞここまでたどり着きましたわね。しかし、もう儀式は始まっております。緑、あなたたちが登ってきたこの塔の名は生命を宿す大樹。美男を母体とし、新たな楽園の世界を生み出す舞台装置なのです。私とあのお方だけが静かに向き合える、誰にも邪魔されない世界のため、この緑の少女にはそのエネルギーの源になってもらいます
緑を返せ。緑を犠牲になんてそんなことはさせない。私たちの大事な仲間で、私の大切な妹なんだから。それがあなたたちの愛ですか。しかしもはや全ては手遅れ。知るもんか。私は、私たちは絶対に諦めない。アリス、そうです、私たちは最後まで諦めたりしません。光よ、ここまでの力とは想定外でしたね。こうなってはやむを得ません。立ちはだかるものは全て壊すまで。またすぐ迎えに行きますね、先生。みんな、そんな、ユズもアリスもいなくなったら私、無事に目を覚ましたようだね。一体何が。説明しましょう。この発球型スタングレネード投擲マシンから放たれた時速180キロの投球が桃井に直撃し、そのまま気絶してしまったのです。そもそも投擲武器というもの。ごめんね、目が覚めてよかった。めまいとか大丈夫？うん、平気。おかげでいいアイデアが浮かんだから。できた。これでマスターアップ。お疲れ様でした。ほんと疲れた。あ、どうせだしさ、今から追加でエンディング曲撮っちゃおうよ。撮るって、え、私たちで歌うの？アリスは賛成します。とっても楽しそうです。よし、じゃあ張り切っていこう。ちょっと緊張してきたかも。大丈夫、みんなで一緒に頑張ろう。はい、アリスも精一杯歌います。物語の始まりつけるメロディー、聞いたらいざ進め。この先に待ち受ける運命はみんなで掴んだ。知恵と